しぎあみへの入り口しに、龍卓の中流は国道1号線の下を流れて、さらにしぎあん入り口の橋の下を流れ下って、相模湾へ注ぐ。歌川広重、しぎあんは神奈川県大磯町にある徘徊道場。京都の落死者、死賀の無名案と並び、日本三大徘徊道場の一つとされる。敷地内に建てられた石碑にある名分、著人昌南清志絶地から、 湘南発祥の地とされることもある。場所は、大磯の国道1号線沿いの市議留宅にある。名称は、西行の歌、心なき身にも哀われは知られけり。市議、留宅の秋の夕暮れによる。漢文4年、高しゆが草案を結んだのが始まりで、元禄八年、廃人、大与度三千風が入り、第一世安主となる。明和年月、白鳥が再興し、 安守となる。現安守は鍵、和田裕子より。大淀三千風主人、白井取水杉坂百名家や白尾西や三浦芝居、倉田くず三遠藤記事、拓島田立夫沢久志道須賀北松町まみや、宇山二宮松渚原昔人と高瀬池留名、上林寺ところ人、鈴木宝女山時間子、村山古京草間時彦鍵、和田裕子。ありがとうございます。